はようございます。というわけで今日はね、下高来てます。これからすごろく経由でね、はい、襟ヶ岳西鴨尾根登っていきたいと思います。3日間ですね、2泊3日長い行程になりますけども、頑張ってきます。はい、笠振動の、入り口もうここからね、わさび台まで10分ぐらいですけどね、今年ね笠ヶ岳山荘やってないんで、笠は登れない、登れなくないんですけど、日帰りで行く根性があれば行けるんですけど、いうふうになってますね。はい、行く人いないんで、はい、ではわさび台まで行ってきたいと思います。はい、わさび台小屋が見えてまいりました。3年連続やね、もう大概やけどね、はい、また来てしまいましたということで、わさび台小屋です。ちょうど新穂高から1時間ぐらいですね。はい、今年はねコロナの加減で人少ないんで、はい、ゆっくりですけどね。よいしょ、買ってないですね。はい、野菜がいつもの年より少ない以上。ではちょっとここで飯食って続き上がっていきたいと思います。はい、奥丸山の分岐まで来ました。ここですね、はい、これから今日は、こっちの、ね、小池新道上がっていきたいと思います。はい、映っちゃってていい？はい、動画に。はい、チラッと、はい、お名前教えてください。フルネーム、ペンネーム、ハンドルネームでいいよ。はい、名前教えてください。かなえです。はい、かなえさん、はい、はい、かなえさんです。はい、はい、秩父沢来ました。はい、これ渡っていきたいと思います。よいしょよいしょ。ここね、はい、見えてますね。ちょっと向かってきましたね、早くも。人が休んでます。はい、はい、今板取ヶ原っていうところですね。はい、ちょうどわさび平から1時間半歩いてきた感じです。はい、ここから鏡平までね、まだ半分来てないです。あと1時間45分ということでね、あの上ぐらいかな。まだまだ先は長いです。はい、はい、鏡池まで来ました。はい、先ね、一瞬ね、槍の先晴れたんですけど、またガスってますね。はい、ずーっと、はい、大気レッド、それから北方全部見えてますね。はい、まあ、この時期のね、槍方こんな感じですよね。おーい、
ちょっとねガスちゃいましたね。はい、これから小屋に向かっていきたいと思います。このね、はい、有名なね写真撮影ポイントですね。はい、これ抜けていきます。小屋まで 100m って書いてあってましたんですぐやと思います。はい、これ着きましたね。はい、ゆっくり上がってください。ピース。ごめんね、お尻の方からで申し訳ない。はい、本コースね、唯一のねはしごのところに来ましたね。はい、上がってきました。弓寄れ岳、笠ヶ岳の行くところですね。残しですね。はい、よいしょ、お疲れ様です。感じですね。おーい、花見平ですね。いやいや、全山ね、こうやってねアルプスに囲まれてるってね、周りね最高ですよね。こんな感じですね。はい、うん、槍尾はねちょっと今日もう見えなくなっちゃったけどね。はい、
はい、すごろく小屋、はい、天板のとこまで来ました。もう小屋まですぐですね、100メーターぐらいです。足がきつい。久しぶりにというか初めてですよね、登りでこないなったんで、ね、下りはなったことあるんですけど、はい、ちょっとね、やっぱしね、ほぼ一月何もしてなかったというのがね、完全にここに来てね、たたってますよね。ちょっと明日からの行動制約できてるんで、はい、またいろいろ考えていかなきゃなと思ってます。おい、お疲れ様です。足が動かなくたってもダメ。現場からね、こちらすごろく岳方面ですね、はい、これ小屋ですね、まあ、この辺あれですけどね、スタッフルームですね、誰が陶器小屋、はい、それから上がもみ沢岳でずっとあの西鴨尾根で槍ヶ岳の方向です。おーい、当たることもなくガスってしまいました。すごろく、もみ沢岳。